巨人中田翔、劇的サヨナラ弾、秋に手本を見せてやるから見とけと、秋広としてエアベック弾。1点を追う9回西から4番岡本和が四球を選んで迎えた打席。広島栗林の初球、ど真ん中のフォークを捉え、左翼席へ単独トップの6号にランを運んだ。7回には自主トレを共に行う愛弟子の秋広がプロ1号を放っており、師匠の中田翔は秋広に手本を見せてやるから見とけと。すごく足が震えていましたと、ユーモアを交えながらアベック弾で東京ドームを彩った。これはお前が必要。かっこいいよな、これこそ師匠キャラよな。翔さん今日のスタメンで2番目に小さいという事実。やっぱり巨人強いじゃん、ファッション暗黒はいい加減にしてほしいわ。誰か岡本のこと褒めてやってくれ、あそこでちゃんと見極めてたのほんと偉い。秋広が良い流れを読んでいる。一番難しい2番だったけど器用だと思うし、ああいう一発も打てる。中田のホームランはさすが。試合を決める4番のバッティングができる選手が5番にいるのは大きい。なかなかチャンスを生かせず、もやもやしたゲーム展開でしたが、今日負けても秋広選手のホームランが見れたから良かったと思っていただけに、中田選手ありがとう。秋広スタメンで負けなしやん。毎試合ヒット出てるし、彼は持ってるよ。敗戦の崖っぷちから見事な奇跡が起きた、というか起こした。師弟コンビの絆が生んだ必然だったのかもしれない。いやー久々にいいもんを見せてもらったな。秋広も調子いいから投手によって変える必要ないと思う。これで打順変えないでいってほしい。秋広と翔さんの指定や秋は痺れるな。これはお互いに自分のことのように嬉しいのでは。今日のサヨナラ勝ちは流れを変えるかもね。投手陣はもう少し粘り強く投げてもらいたい。秋広使い出してから良い流れ来てるけど、やっぱり若手の躍動はチーム全体に風を起こすんだな。散々チャンス逃して最後栗林、今日は負けたとテレビ消したら、あらら、中田のサヨナラホームランか。こういうこともあるんだね。最後までテレビ見てればよかったな。秋広すごい打者になりそう。あんだけ粘られて嫌な予感しかしなかったら現実になった。さすがや大将。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。